メタルウルフカオスは、フロムソフトウェアが2004年に発売した、XBOX 専用ゲームソフト。2019年にアップデートバージョンである、メタルウルフカオス XD が PC、PlayStation 4,XBOX1 向けに発売。移植開発は、ゼネラルアーケード。販売は日本では、フロムソフトウェア、海外では、ディーバルバーデジタルが行う。アメリカ合衆国大統領が、 自分専用の特殊軌道重装甲、メタルウルフを身にまとい、クーデターによってアメリカ全土を制圧した副大統領と彼が率いるクーデター軍に対し破壊の限りを尽くすゲーム。同社制作の O2GI おとぎのプロデューサーが手掛け、同作の 3D エンジンをベースにしているという。一貫して、没個性的な主人公が採用される同社のアーマードコアシリーズとは、 対照的に特徴的なセリフ回しの個性的なキャラクターやあまりにも高頭無形な設定からゲーム雑誌、有芸でナチュラルボーンバカゲーと絶賛された。同志を呼び、コンティニューで2004年度ナンバーワンゲーム大賞を受賞した。日本国外では諸事情により発売されていないが主役の大統領が投票したい政治家1位を獲得する。 気の狂った愛国ゲームベスト5に輝く、など、広く知れ渡っている。なお、ゲーム中に、21世紀に入って、四半世紀が過ぎようとしていた、およそ240年前などの表現があること、本作の主人公であるマイケル・ウィルソンが第47代、アメリカ合衆国大統領という設定などから、本作で描かれている時代は、2020年代前半と、考えられる。 忍者、ブレードと世界観を共有する。ダウンロードコンテンツに対応しており、条件解放の隠し武器や BGM のダウンロードが可能であった。本作に登場する人型兵器は特殊軌道重装甲と呼ばれるもので、そのサイズは5メートル程度と比較的小型である。ただしこのサイズのロボットが登場する他の多くの作品とは異なり、 兵器としてのリアリティは解無と言っても過言ではない。耐久性と機動性を兼ね備えたこの兵器の登場により世界の軍事産業は転換期を迎え同時に戦場の主役は再び人が担うこととなる。本作はアーマードコアと違い機体がメタルウルフに固定されているためアセンブルという概念が武器のみとなっている。背部の2つのコンテナにはそれぞれ 片手武器4つ分の容量が確保されており、両手武器は左右のコンテナ容量1つずつを同時に使用する。両手武器の配置制約、スナイパーライフル系のミッション開始時装備の位置への装備負荷を除けば、武器の搭載位置はある程度自由に配置できる。インターミッション中ではガレージで資金を武器の種類ごとに 技術投資することで製造できる武器の上限が解放されていく。その上で武器製造の資金とレアメタルを使用することで武器を獲得することができる。完全に一人プレイ用に制作されているため開発していくほど武器の性能は高くなっていくケースが多い。メタルウルフ自体の性能を高めるには各ステージに隠されたエネルギーポッドを回収することで上昇する。 耐久力は、シールドメモリと呼ばれる、防御用、エネルギータンクと、その内部エネルギー量を示すシールドゲージの二重構成になっている。ダメージを受けると、シールドゲージのメーターが下があるが、被弾しないでいると、自動的に回復する。ゲージがゼロになった場合は、シールドメモリが一つ消費され、さらに全てのメモリが消費すると機体は破壊、撃破してしまう。また、 強力な攻撃を受けた場合は、複数のメモリが一度に消費される。シールドメモリは、シールドゲージと違い自動回復しないが、フィールド内の回復アイテムを取得することで一つずつ回復する。基本的に地上を走行、ジャンプして移動し、ブーストゲージを消費することで、ダッシュやホバリング、空中ダッシュが可能。うまく使うことで、ショートカットにも使うことができる。 ブーストゲージを全部消費しても、垂直上昇以外なら、シールドゲージを消費してブーストし続けることもできる。武器の種類は、ハンドガン、マシンガンといった、消火器重機から、グレネードランチャー、レールガンのような大規模重火器まで、豊富で、種類別の武器数も多い。基本的には実在する火器をモデルとし、特殊軌道重装甲用に大型化したものだが、中には、 パーティークラッカーを重機化した、ショットガンや弾道が、ランダムで、変化球になる、特大ボールを放つピッチングマシーンなスナイパーライフル、海水を吹き出しながら飛翔し命中すると敵を、凍らせる、サメ型ミサイル、ムーンライトソードや、O2CI の武術、送料エフェクトのドラゴンレールガン、白い悪魔のビームライフルといった珍品もある。武器の相談数は、 非常に多く、スナイパーライフル等を除けば、弾切れを気にすることはないが、暗属性の武装はその弾薬と機体のブーストゲージを同時に消耗するため、多少は戦術に気を使う必要がある。また、補充弾薬が武器のカテゴリ別に分かれている点を考慮する必要も、ある。火器類で攻撃する以外にも、ダッシュを使った体当たりやジャンプを含めた、 高高度からの踏みつけ攻撃でも敵を攻撃することができる。攻撃をヒットさせることでバーストゲージが上昇し、これを消費することでコンテナに収納されているきすべてを使った強力なバースト攻撃を行う。なおその際は相手の攻撃のダメージも受け付けない。不評や戦車はもちろんのこと。 コンテナや看板すら破壊することが可能で、そのステージをプレイ中は残骸が表示し続けられる。ただし、建物の破壊は不可能。ステージ中には捕虜が収監された檻があり、これを経過器で壊すことで救出することができる。当然重火器に分類されている武器、踏みつけ攻撃で破壊すると救出失敗となる。 檻自体に自爆装置が設置されているものもあり、接近するとカウントが開始される。捕虜にも様々な種類がおり、兵器開発関係者から音楽家まで広く救出していくことで得点が得られる。XBOX2002 年、マイクロソフトは XBOX を発売し、家庭用ゲーム機市場に参入した。XBOX は欧米市場では、 プレイステーション2に次ぐシェアを獲得するほど売れた一方、日本を含むアジア圏での売れ行きは今一つだった。メカアクションゲームを開発して、日本における XBOX の売り上げを向上させるべく、マイクロソフトはアーマードコアシリーズで有名なフロムソフトウェアと手を組んだものの、アーマードコアシリーズのリメイクは考えておらず、O2GI をとぎに注目していた。 アメリカの企業であるマイクロソフトはアメリカをテーマにした作品を作りたいと考えており西洋と東洋を融合した作品を作ることを決めた開発チームは近未来のアメリカを舞台にすることを決めたフロムソフトウェアはマイクロソフトの日本法人の近くで作業を進めていたためアメリカの状況やユーモアを得ることができた本編中には アメリカの文化についての言及はあるものの、本作は日本のプレイヤーを念頭に入れて開発された。主人公であるマイケル・ウィルソン・ジュニア役の声優には日本に住む外国人の声優が起用された。その人物は開発スタッフから伝えられた主人公の設定をすぐに把握した上で演技に臨んだ。彼の演技は開発スタッフのイメージとは若干異なるものの、 想定以上の出来だったため、そのまま採用された。メタルウルフカオスという題名は、マイクロソフト側のスタッフから、アメリカンな雰囲気を持つメタルギアソリッドシリーズのような、リズミカルな3単語のタイトルにしてはどうかという提案に寄り付けられた。8ヶ月の開発期間を経て、本作は2004年12月22日に日本で発売された。 限定版の特典として、サウンドトラックとモデルガンが付属した。ゲームの売れ行きは、竹内の予想を下回った一方、スタッフの間では、思い入れがあったことから、主人公の父親であるマイケル・ウィルソンを、忍者ブレードに登場させることに決めた。フロムソフトウェアは本作を、日本国外で販売することも視野に入れており、 Xbox Live のマルチプレイヤーモードを導入した上で2005年には北米でも販売したいと考えオフィシャル Xbox マガジンの39号に日本語版のデモ版を付録として付けただがその後海外版の販売計画は中止されたジャーナリストのジョン・スクスパニアックはアメリカンジョークやテロリズムという題材が欧米の販売会社に不安を与えたのではないかと 見ている。フロムソフトウェアのマーケティングセクション部長である小倉康則は国外での販売を中止した理由についてアメリカ同時多発テロ事件などで敏感になっている時期だったため断念したと2018年のゲームズコムでのファミツとのインタビューの中で述べている。リマスター版の開発に参加した架け橋ゲームズのザックハントリーは本作の開発終了時期が Xbox の製造終了時期に近づいてしまい、マイクロソフトが次世代機 Xbox360 の開発に動いてしまっていたのではないかと見ている。ローカライズが実現しなかった結果、本作は日本国内でのみ発売された Xbox 用ソフトとして知られるようになった。本作は日本国内でしか発売されなかったもののカルト的な人気を博した。 発売から何年もの間、竹内は欧米から本作を求める声が上がっていることを聞いていたが、なぜ自国で販売されていない古い Xbox 用ゲームソフトを求めるのかが理解できなかった。2016年、アメリカ合衆国のゲーム販売会社 d v a l v バ r バデジタルは半ば冗談のつもりで、ツイッターに本作のローカライズの手助けをしたい旨のツイートを発信した。 その結果、ファンからの問い合わせが竹内よびフロムソフトウェアに寄せられ、フロムソフトウェアは d v a l ルバーデジタルと本作のローカライズに向けて話し合うこととなった。竹内とフロムソフトウェアの監修のもと、ゼネラルアーケードが移植作業に当たった。また、インディーズゲームの日本語化の協力で知られる、かけ橋ゲームズも移植作業に協力した。 様々な分野の人間で構成された移植チームは、オリジナル版と同じくするという目標を最優先とし、ビジュアルの強化などは行うものの、あえて新しい要素は加えなかった。2018年6月、ディーバルバーデジタルは公式ツイッターアカウントを通じて、E32018 にテリマスター版、メタルウルフカオス XD を出展するという予告を投稿した。 メタルウルフカオス XD では、ワイドスクリーンへの対応に加え、テクスチャやエフェクトの改善などが行われる一方、声優の変更はなかった。メタルウルフカオス XD は2018年に、マイクロソフト、Windows、p l a y s t a t i o n 4、x b o x One 用ソフトととして、全世界に向けて発売される予定であると発表され、日本よりも先に、 海外での発売を優先することが明らかとなった。その後、発売時期は2019年半ばに延期となった。ありがとうございます。